硬いですね背中が背中ちょっと痛かったりしますか？凝ってる感じとかありますか？あ、でもあんまりしない、はい、あ、本当ですか、はい、かなり腰が感じないって言ってた右の腰の方がだいぶ高いですね。腸骨が足が右側に開いてるんですよね。こうなっちゃうんですよね。ですね結構な違いを様相を呈してますね、これこれでこういう感じなのでやりがいがありますね。そう、まあ、こうなっちゃうんですよね。右側の方がやっぱりなんですね。お尻も右側が痛いって言ってましたっけ前。あ、なんかお尻最近全身なんか痛い、全体的に痛くなってますか。痛かったり辛かったらおっしゃってくださいね。ちょっと辛そうですね。痛いですかね。股関節が痛い。はい。これ壊れちゃいそうな感じしますか。ビキッていや、ビキッていきそうな感じする。わかりました。伸びないですね、お背中が。どんな感じですか、これは。つらい。かなりなもんですね。これ撮ってください、これ面白いから。面白がっちゃいけないけど。かわいい。いつも独特ですよね。あ、これ辛いですね。はい。あ、これも動かないですね。息止まっちゃいますか。大丈夫かな。ちょっと叩きましょうか。特選叩きます。こっちの足を握りますね。
丈夫ですか。面白いな。今食べてすぐじゃないですよね。あ、でもサイコロステーキ食べちゃった。ちょっと重いの食べちゃいました。何十個食べました。あ、でも出発する直前食べました。じゃあまだあんまりちょっとお腹苦しめですかね。わかりました。ちょっとじゃああんまり腰を押さない方がいいですね。わかりました。サイコロステーキ食べないでください。直前には。じゃあ量は控えたつもり。あ、量は控えめに。わ、はい、かりました。ステーキ食べてました。肉あんま好きじゃないって言ってましたけど。いや、なんか食べたかったんですね。食べたくなったんですね。今まあこれで足はここに来てますね。で、ね、ここもこんな感じだったんですけど、まあ同じぐらいでここに来てますね。そうですね。でもなんか気持ち悪いというか、くすぐったかったりしますか。はい。はい。腰もね、硬いですよね。あ、でも腰今押さないようにしますって言ってめっちゃ押しちゃいましたね。まあ横からだから苦しいですか。くすぐったい。くすぐったい。そうですね。あ、なんか弾きますね。毎日洗ってるのに痒くなるって言ってたじゃないですか、はい、毎日洗うから痒く乾燥するんですよっていうコメントがありました、うん、あ、そう、なんかシャンプー使いすぎらしいですね。そう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 、そうなんか1日おきぐらいでいいよって。汚くないですか、なんかホコリとか、なんかだからお湯洗いでシャンプーはあんまり、なんか私ホコリつきやすいんですよね。部屋が汚いのか。そう、私部屋にホコリが多いじゃないですかって言おうかなと思ってました。なんか醤油の瓶がそのまま置いてあるお部屋が公開されてましたけど。なんかぬいぐるみが多いからつきやすい。ああ、ぬいぐるみね。ぬいぐるみってすごいこうね、繊維というか、そうなんです、ね、綿がいっぱい入ってるから。ぬいぐるみ好きなんですか。好きなんです。あ、
痛み減りましたかね。うん、減りました。すごい。はい。